遊び暮らすためにこんにちは、レイルンです。はじめましての方は、はじめまして、ジョージャンです。キャーしゃべったー。レイルンは自然にしゃべってるところを聞いたでしょう。まあね、けど視聴者の皆さんには初めて声聞かせることになるね。すらわかり、何度か見てたけどね。そうだね、さっき見せてもらったけど、なんか懐かしかったよ。まあ、なのでの話はこの辺にしようぜ。早速、コーナーの本題に移ろう。はーい。今日はレールの特技、ゲームをお見せしておるだからね。特技？おっと、その前に、トラスボール。なにこれ？全然動かすのはレールに疲れちゃうから、こうなのは首から上までオンにするよ。この姿、どっかで見たことあるよね。そんなこと気にしないで、ゆっくりしていてね。それじゃあ、コーナーに参りましょうね。はい。コーナーはね、レールのシリアのシーツケースリクシルフリーの BGM、レベル曲げりをプレイしてみたいと思ってるよ。僕たちには制作者さん方にからの情報をインプットされてるかな。プレイしながら、こういう心地や感じなんかをしていきたいね。いやー、でも、レベル見てば天才ゲーマーだから、感じの隙も入れないほど、さすがにプレイをお見せしてもらおうな。うん、そうだねー。それでは、プレイする前に、ゲームの概要を説明しちゃって。プレイするゲーム、レールレールのゲーム、110cm110cmの、いわゆる、ダークシューティングっていうジャンルのゲームで、プレイを埋め尽くすほどの弾を避けながら、敵をどんどん出していくゲームみたいだね。あ、なんか、どこかで見たことあるゲームだね。それはそのはず、このゲームは、もう、ダークシューティングをエスペクトして作られた作品なんだってさ。へえ、だから、いろいろと元ネタを真似たルールがあるんだね。ゲーム内、シリーズは4作出てて、初期の頃は元ネタに似たルールが多いんだけど、最近のシリーズでは結構独特な作風やシステムになってきてるみたい。ユーラリのスライムが確立されていたんだね。そういった制作者の成長をシリーズと共に追ってみていくのも楽しいかね。作品の特徴としては、多彩で独特なキャラや音楽、謎の多い世界観などが注目するところだね。登場するキャラをほぼ全員は立ち絵だけでなく、テーマ曲やかなり深い設定があったりするみたい。音楽、ストーリー、プログラミングとかは全部制作者が作ったものだから、こだわりが多いだろうね。いつも苦労して作ってるみたいだよね。頑張り好きで死ななきゃいいけどね。死んだらアーキーともあの思いにしてあげならね。そうだね。そういえばこのゲーム結構難しいって聞いたよ。まあスーパープロゲーマーなレールには何をなんて考えないけど、ダークシューティングだからプレイヤーの腕が問われるゲームだし、実際このゲームは難度高いみたい。だけど死んだもんよ、安心してください。このゲームは2013年の11月18日にリリースされて、当時は年齢無限にって名前だったんだけど、最近のアップデートで名前が年齢かな年齢に変わったんだってさ。それに伴って難度を変えやゲーム機能を隠し音を追加などがされたんだって。へえ、それらは簡単になったんだね。天才が思うようなレール的には難しいままでもよかったのにな。それでも苦手な人には難しいと思うかな。クリアできるようになる人は行動が向いてゲーム内容だけでも楽しんでもらえればいいです。できれば、その動画説明欄にいるリンク先からダウンロードだけでもしてあげてね。
フリーエーバーは無料だし、ダウンロードするだけで数ヶ月が終わるから手軽だよ。ちなみに、この年齢の部分にが完成者と言われてる11月11日は毎年年齢の記念日ってことになってて、制作者やフォアの人たちがいろいろ頑張って持ってくれるみたいだよ。今年で50年年齢の記号、今年は何がやろうかな。ちなみに、動作環境は運動してるの順調なしだけど、音の環境では思ったりするらしいかな。運動してるのは持ってないけど、でもとりあえず動作するか試してみてもいいかね。そんなところで、プレイヤーの解説はこんなところです。その他の詳しいことについてはプレイしながら解説するね。じゃあ、とりあえず試しにアルナーブレイしてみようか。うん、レイ君は頑張ってね。余裕余裕、オープニングでいいんだね。それじゃあ、ストーリーズラードを選んで音声をプレイしてみようか。はい、難易度性楽はカムラウナロボかな。イージー、ノーマル、ハード、アンリールの4段階が用意されてるんだけど、どれにしようか。そりゃあ、一番難しいですっしょ。サーモン難度、アンリールだね。レイ君、大丈夫かな。余裕でしょう。あ、次に追加画面になるわね。今回は主人公のビルビー、俺、やるさめさんをプレイしていこうね。やるさめさんを選択する。レイルの部分にでは、最初は攻撃しか選べないんだよね。クリアしたら、大ビルビーを主人公が解放されるみたい。え、その、もう一人の主人公って、どの有名な一番号の天才様？今は平気だよ。はーい。始まったね。わあ、早速飛びしやらずが飛んできたよ。うん、テロちゃんってばこの程度で当たれちゃって。まあ、テロはスーパープロゲーマーなのようだからね。こんな程度、全然出せねえ。ジュバローンでゲームオーバーになっちゃったね。あ、ここで今回の動画をおまけの時間になっちゃったみたいです。次回はレイ君をちゃんと練習をしてきちんとしたプレイグレードを見せられると思います。それじゃあ次の動画でまたねー。